揃いました。さあ先行争いです。まずは3番ドルチェモア、いいスタート。出口遅れて1番のユニコーンライオンが先頭に立っていきますが、外から8番のホーオービスケッツがそれに並んでいきます。2頭の後ろは2馬身差、7番のヤマニンサルバム、14番ジャンカズマ、さらに外には16番のスパイダーゴールド、3番で集団3頭、そのインコースに3番ドルチェモアが控えて、リューベックはその後ろです。さあ1コーナーをカーブ、前は2頭、わずかに8番のホーオービスケッツが先頭に立ちます。体半分1馬身とリードを広げました。2番手に1番ユニコーンライオン、その後は1馬身差14番ジャンカズマが2番手に接近、内から半馬身7番ヤマニンサルバム、向こう上面です。半馬身走16番スパイダーゴールド、内から3番ドルチェモア、10番リューベックがその直後、あとは12番キラーアビリティが中段の前、そして内からは2番のカントル、間には4番のシュバリエローズの追走、そしてその後ろから15番のピンハイ、中段の後ろを進んで残り 1000m を通過、 1000m は60秒2で通過しています。ピンハイの内から5番のサトノエルドール、さらにはその内から6番のマイネルファンロンが行って、それをかわしていく11番早やっこ、後方から17番のワンダフルタウン、最後方13番カレン・ルシェルブルという体系。3コーナーのカーブ、縦長です。前は2頭ですが、わずかに8番のホーボービスケッツが先頭、外にまた並んでいった1番のユニコーンライオン、この2頭が後続に2馬身のリード、14番ジャンカズマ、それから16番のスパイダーゴールド、手を動かしながら追走、内には7番のヤマニンサルバム、第4コーナーをカーブ直線へ、残り400を通過してホーボービスケッツ、ユニコーンライオン2頭が並んで、ヤマニンサルバムがその外から追ってきた、そしてその後ろはずらーっと広がってリューベック、さらにはその間から4番のシュベリエローズが追ってきて200を通過、そこからはキラーアビリティ、それからピンハイ、さらに早やっこです。さあ抜けたのは7番のヤマニンサルバム、早やっこがぐんぐん差を詰める、ピンハイ3番手、7番ヤマニンサルバムゴールイン、ヤマニンサルバム重賞初制覇。